はい、どうもこんばんは、おつぱいです。本日は今話題の AI 搭載最強エディター、カーソルについてお伝えしていきたいと思います。はい、最近ですね、カーソルというのが出てきまして、そちらについてお伝えしていきたいと思います。まずこのカーソルなんですけれども、どういうものかというと、まあ、AI、まあ、チャット GPT をですね、まあ、搭載した、まあ、エディターという形になりまして、こちら今見えている画面に映っているのが、まあ、カーソルの画面になるんですけれども、こちらですね、まあ、VS コードと呼ばれている、まあ、ID と、まあ、ほとんど同じようなですね、内容になっております。はい、プラグインなどもですね、同様のプラグインが使えるということで、まあ、VS コードを使っている方はですね、まあ、そのままカーソルを使うことも、まあ、簡単になるんじゃないかなと思います。はい、で一応できることとしては VS コードの機能に加えて、コードの自動修正、まあ、リファクタリング、ドキュメント制作などですね、チャット GPT を、代わりにですね、使って、まあ、そういった自動で何かさせるといったことができるようになっているというものになっています。で一応ですね、カーソルの料金体系についてお伝えしていきたいと思いますけれども、こちら今、まあ画面見えてると思いますが、まあ、これはですね無料でダウンロードすることができるというものになっておりまして、一応無料版でもですねチャット GPT の機能ですとか GPT-4 に関しても一応使えるというものになってるんですね。特に GPT-4 も、まあ、月間の縛りはありますが、遅いバージョンで、まあ、50回までは使えるよという形になってます。はい、でプロ版になると、1ヶ月20ドル、だいたい今だと3000円ぐらいなんですかね、ぐらい値段がかかりまして、チャット GPT はまあ無制限、3.5 ですね、は無制限で使える。チャット GPT4 になると遅いバージョンは無制限で、まあ早い、まあ、反応速度が速いバージョンが月に500回までという縛りはあるけど一応使えるというものですね。でビジネス版だと全部の制限がなくなるけど、まあ、40ドルなんで6000円ぐらいと結構高いですね。はい、といった形になっているというものですね。まあ、チャット GPT の値段自体もだいたい20ドルなので、GPT を搭載した ID を使う価格と、まあ、チャット GPT を使う価格がまあ同等かと思いますので、まあ、どっちを使うかはちょっと悩むところではありますが、一応普通にですね、チャット打ち込めば、チャット GPT と同じようにですね結果を返してくれるので、まあ、同様の使い方はできるかなというところです。でカーソルなんですけれども、カーソルのインストール方法としては、カーソルのウェブサイトに行っていただいて、まあ、そのままダウンロードしてきてインストールとやればすぐに終わります。続いて表示の日本語化なんですけれども、表示の日本語化は VS コードの日本語化を行う手順とですね、まあ、ほぼ同様ですね。はい、コマンドシフト P を押すと、はい、こんな感じでですね、コンフィギュアディスプレイランゲージっていうのを選ぶことができて、まあ、その中からですね日本語というのを選んであげるとおそらくは切り替わるんじゃないかなと思います。続いてカーソルの使い方なんですけれども、こういったですね、画面上のどこか、まあ、コードのどこかでですねコマンド K を押すとですね、まあ、チャット、機能を呼び出すことができます。それ以外にも標準でですね右側にチャットの機能がついてまして、まあ、こちらチャットすることで、その質問の回答をさせることもできます。であとは、ちょっとすごくちっちゃく表示されていると思うんですけれども GPT3.5 と4をまあ切り替えてですね、使用することができるので、まあ、回数制限あったりすると思うのでそこら辺をうまくですね、切り替えながら使っていくということで、まあ、回数制限を回避することができるかなと思います。それではですねここからは、まあ、カーソルでできることをですねいろいろやりながら、まあ、自動でコーディングをやってみようと思います。はい、できることとしては、まあ、先ほどお伝えした AI チャット機能と AI 編集機能ですね、まあ、これをうまく併用しながら、まあ、コードを生成していくと、あとは、コードベースアンサーズというのとオートデバッグという機能が、まあ、搭載されていますが、
今回はまあオートデバッグの方ですね、これも併用しながら使っていきたいと思います。はい、一応こんな機能がメインでできることになってます。サンプルコードですね、すごく簡単なサンプルコードを用意しました。ちょっとちっちゃいかもしれませんが、Python のコードになっております。Python 言語のコードですね。はい、ですごく簡単なコードで、まあ単純に1行表示すると、ハローっていうのを表示するだけになってまして、まあ VS コードと同様にですね、ターミナルを開いて、そこからですね、こちらのファイルをまあ実行するということで、この Python コードを実行させることができます。まあこれを使ってですね、いろいろやっていきたいと思います。はい、ではまず、一番最初はデバッグからですね。はい、こんな感じでコードにですね、適当に入れておきますと。はい、で実行するとですね、当然このコードが間違っていると、実行した時にまあエラーが出るよという形になります。でターミナル上もですね、エラーが出ましたということで、ネームエラー、ネーム is not defined みたいな形で出ますんで、まあ、一応ですね、これ debug with AI というのをポチッと押していただくと、そのデバッグ方法について一応ですね、まあ、AI がこんな形で直すことができますよというのを、回答してくれます。はい、ただ、これをですね、うまく見てみたんですが、どうやら日本語化がまだのようで、ここの AI デバッグに関してはまだ、英語のみの回答なのかなというところでした。もしかしたら自分の設定が悪いだけで日本語化できるかもしれませんが、画面表示は日本語で化できたんですけれども、デバッグの回答だけはちょっとまだ、英語のみっぽい感じがします。はい、ということで、まあこの一応デバッグの方法についてはまあこんな感じで英語で回答が来ますので、まあ AI がの not defined で定義されてませんよっていうことなので、こちらのまあ英語通りにですね、まあデバッグをすれば治るよというものかなというところですかね。はい、まあ AI のデバッグに関してはこんな感じで、実行時のですねところからデバッグを呼び出してその回答をするということができるようになっております。はい、続いてですね、コマンド K を押すとですね、コード生成っていうのができますんで、まあ適当にですね、こんな感じで5つの文字列型の要素を持つリストを作成みたいな形で、ジェネレートとやると、こんな感じでですね、コードが生成されます。はい、でまあ、こんな感じでですね、はいはい、このような形でコードを実行すると、まあ、そのまま、コードが作成されるということですね。はい、こんな感じでですね、どんどん付け足し付け足し、していくことができるようになっています。はい、で消すときはバッテンボタンを押せば、この、AI 編集の部分ですね、こいつに関しては、消すことができます。まあ、コマンド K で呼び出して、まあ、いらなきゃバッテンですかね。はい、こんな感じで、編集機能がありますよということになっています。まあ、あとはこちらのチャット部分もですね、まあ、何かしらの、チャットをですね、ぶち込めばそのまま結果が返ってくるよということになっています。まあどうせならですね、チャット GPT4 の機能を使って、まあ、コードを生成してみたいかなと思います。はい、ということでここからは、まあ、自動でですね、どこまでコーディングできるのかみたいな感じで、まあ事前に用意しておいたプロンプトをぶち込んで、まあ、結果を見てみたいと思いますが、以下の条件で Python 言語の簡単なコードを生成してくださいと。5つの文字列型の要素を持つリスト作成。要素の文字列は歴代のアメリカの大統領の名前で、リストの要素を繰り返しで順番に表示するという形で、まあ、AI にですね、コードを書いてもらうと。はい、ということで、まあ、こんな感じでいきましたね。で、コピーしていただいて、まあ貼っつける感じですね。はい、
こちらのコードの部分にこいつを貼っ付けますと。はい。ということで、まあ、セーブして、実行してあげれば、まあ、そのまま動くコードが生成されるという形にはなるかなと思います。こんな感じでですね、まあ、コード編集と、まあ、コードチャットの機能、まあ、どちらからでもですね、コードの生成はできるよという形になっています。はい。じゃあもうちょっとですね、難しい内容のコードを生成してもらおうと思います。ちなみにこのコードの生成のコツとしては、やっぱりプロンプトエンジニアリングになるので、このプロンプトをですね、かなり細かく、詳しく書いてあげると、そうしてあげると、Python のコードの再現性も良くなります。次はですね、機械学習のコードを自動で書いてもらおうと思います。以下のコードをですね、書いてくださいと。以下の条件でコードを書いてくださいと。まず、scikit-run を用います。で、データを用意してあげる。で、データに関しては、まあ、変数をですね、x と y2 つ、目的変数と説明変数となるものを、まあ、適当なですね、データを用意してもらうという形にします。はい。そして、モデルとしてはですね、ラッソ回帰というですね、まあ、線形回帰のライブラリがありますけれども、まあ、それを使ってもらうという形をします。はい、で一応こちらは回帰なので、L1 生息化というですね、ことができますので、そちらのパラメータを指定すると。はい、で、訓練データとテストデータは6対4に分けて、実測値と予測値を比較して表示、あとはモデルの評価を MSE で行い、結果を表示すると、まあ結構細かく書きましたね、この日本語書くのと実際にコード書くのどっちが早いかって言ったら多分コード書く方が大変だとは思うので、一応はこんな感じでですね、チャット GPT-4 に、書いてもらいましょうということですね。そうしますと、こんな感じで、まあ、コード自体をですね、自動で生成してくれましたね。はい、終わりましたね。じゃあこいつをコピーしてみましょうね。ちょっと先ほどまでのコードだと、まあ、動かない部分もあるとは思うので、こちらを、まあ、さっきのですね、大統領とかの部分は消して動くコードなのかどうかを試してみたいと思います。はい、うまくいくんでしょうか。はい、出ましたね。はい、一応はですね、ランダムでデータを生成してくれると、まあ10個の要素、2つの数値型の特徴量ということで、NumPy のランダムランドで10個 ×2 で、2列分ですね、数値型のデータを、まあ、作ってくれたということですかね。はい、で、Y に関しては、10個の目的変数、まあ、これもランダムですね。はい、で訓練とテストを分けなさいということで、テストサイズが 0.4 っていうのが、まあ、4割という意味合いですね。6対4でちゃんと分けてくれてましたと。はい、で次にラスト回帰の呼び出しですが、パラメータを 0.1 に指定ということで、α0.1 でラスト回帰をモデルとして読み込むというところもチャットを再現してくれてました。で、その後、学習もちゃんとやってくれてましたね。はい、で予測もやってくれて、その後、実測値と、予測値の比較をするということで、まあ、一応これに関してはですね、直書きでそのままやってくれた形にはなりますが、まあやってくれたということになりますかね。はい、で最後モデルの評価も、mean square error というのが、まあこれが MSE ということになります。はい、で一応これもちゃんと、評価のところまでやってくれたということですね。まあランダムでやってるので、MSE の値はそんなに良くはならないかなとは思いますが、
一応この数値上で回帰モデルを作るとこのようになるといったところもコーディングまでやってくれたということにはなりますかね。はい、このような形でですね、まあ、チャット GPT を、まあ、IDE 上で、まあ、使いながらですね、コードを編集したり修正したり、まあ、あとは、プロジェクト全体のですね、比較をしながらですね、悪いところを見つけてくれたりといったところもできたりします。 With Code Base っていうやつですかね、こいつを使うと、まあ、コードこちらのプロジェクトを見ながらですね、その質問に回答してくれるといった形にはなりますので、こういった機能をですねうまく併用しながら、使ってあげると、まあ、一般的な、チャット GPT を使いながらというよりもこっちの方が圧倒的に早く、コーディングができるようになるのかなというところでした。はい、自分も普段VS コードを使いながらコーディングをしてたりしますが、まあ、その VS コードにチャット GPT が組み込まれたのがこのカーソルといった形になりますので、こちらに課金するとですねチャット GPT も使えるし、この IDE としての、機能も使えるよということになるんで、ちょっとお得感があるかなといったところでした。ただ、制約としてですねGPT-4 の、制限があると、遅いのは無制限なんですけど、ファースト早く回答させるのが月に500回までなので、月に500回以上質問投げるような方がいれば、まあ、チャット GPT を普通に使った方が良いかとは思いますが、月に500回も使わないような方は、こっちのですねコーディングメインであれば、このカーソルに課金すると、言った方がまあ良いかもしれないですね。はい、自分はどっちに課金するかちょっと今迷ってるところですが、カーソルに課金をするかもしれませんといったところで、本日はですね AI 搭載した ID カーソルをご紹介させていただきました。本日はここまでです。それでは。